川原翔一は、鹿児島県出身で、兵庫県競馬組合所属の騎手。2005年6月までは、笠松の原隆を田口照彦九社に所属していた。勝負服は銅青、白菱山形一本輪、袖赤。好きな先方は刺し。地方通算成績は2 7 5 3 7 0 5 0 0 9勝2着3,803回、3着3,089回。 勝率18.2%、連帯率32.0%。1976年4月28日の第1競争クイントルマリン機場でデビューし、その日の第5競争で起場したカツスタツクで初勝利を挙げる。1997年にはワールドスーパージョッキーズシリーズで総合優勝。1996年にはそれまで18年間リーディングだった。 安藤勝美から初のリーディングをダッシュ。1997年と1999年から2004年まで笠松リーディングの偉業を成し遂げた。2005年は6月24日の時点で東川正則に次ぐに。2005年6月24日、最終レースの終了後に兵庫県の総和寺家、栄急車に移籍すると発表、27日付で移籍した。 笠松所属としての最後の起場は苦楽を共にした、三秋サイレンスだった。笠松所属時の成績は16,951戦2856勝。トップジョッキーの遺跡により、笠松競馬の経営状態が相当悪化している、ことが改めて認識された。本人も遺跡に際して、家庭の事情を遺跡の理由に挙げている。兵庫県競馬組合の内により、 た競馬場から移籍した騎手は一旦騎士免許を返上し1年間休務に従事することが定められていたが所属する総和厩舎の尽力で約半年後の2月7日に再デビューを果たした6月27日までは1日に騎乗できる回数を4案に限定されていたものの2月9日に行われるゴールデンジョッキーカップに合わせての復帰だったこと 2004年に JRA に移籍した旧社所属だった小牧太氏に続いて2006年3月から JRA に移籍した岩田恒成に代わる優秀な所属騎手を確保するためだったこともある。2013年は267勝を挙げて地方競馬全国リーディングジョッキーとなりナーグランプリ2013最優秀勝利回数騎手賞を受賞した。 2016年4月26日、第2回、園田競馬4日目第2競争 c 3二組条件戦を、オープンハートで優勝し、27,500戦目で、地方競馬通算5000勝を達成した。兵庫遺跡後には、ここに骨を埋めるつもりで来たと発言するなど、JRA 遺跡は断念した。 なお JRA においては2019年5月1日現在で73勝を記録しているが重傷は未勝利である。総う数をお栄長教師の優待により、2010年9月24日付で10、畑勝都市級者に所属変更となったが、2013年12月10畑市の成居により現在は、住吉朝尾級者所属となっている。ありがとうございます。